ああ、できてるかな。あ、できてるっぽいな。JCG の、ツーピックを始めていきたいと思いますと。グループ。グループ13で、あと2ピックで、43464。で、登録して、1回で負けたらまあもう GG ってことで、2ピック初心者なんでね。BGM もなんもないけど。その他落ちちゃうとダメなの？待機時間やからな。ピックマジで何も考えてないから。普通に1回で負けそう。 ネメシスが一番強いっていうのをなんか見たことがあるんだけど、いろいろ情報を調べながらやっていこうかな。あれ？矢立てんのに相手が来ない。矢立てこっちだよな。うん、こっちだわ。43464合ってるはずです。お、来た相手。お相手さん、十字さん、よろしくお願いします。エルフ、ロイヤル、ドラゴン。 終わりや。ロイヤルとドラゴンが弱いって書いてあるんだよな。まあエルフでいいんじゃないかな。エルフ、ドリアードあったら取ります。マシンランスエルフも強いんじゃないかな。まあまあ、これまあまあ、これまあまあ強いんじゃない。ベイルとかより、マシンランスエルフの方が。ダークエルフ、フォレストコアいるかな。侵食の方がいい気がするんだけどな。プラスがなんかないと思うんだよな。マシンクローは欲しいよね。アポロン、こっちだろ、さすがに。メイジ、守護者、こいつ9ターン目に出すとめちゃくちゃ強いから。あ、ドリアード、ドリアード、間違いない。間違いなくピック。セタスいるか。ゴールド枠だよね。リコリス、セタス、クリスタリア、ティア。4枚以上プレイしないといけないからな。
そっちやな。北条の季節。繁栄の噴水。繁栄の噴水。くそ。ドリ、てかドリアード優先ピックだろこんなんマジで。微妙やな。森の戦士が本当に微妙なんだよな。で、まあシンクロエルフはまあ普通に欲しいと。行かれる山神。ニコスがあんまりないけど、まあ殺の信者は強かったっけな。こいつシルバーなん。殺の信者。オムニス。こうかな。行くしかねえ。はい、よろしくお願いします。マジで、初心者だから、なんもわかんねえ、これ。何も。ネクロか。ネクロ弱いって書いてあるんだけど、調べたら。あ、でもピックは高校有利ですね。ここで月とね。ゴティ。37集合って強いな。3ターン目の動き欲しいな、でも。3T の動きが欲しいですね。2T はこれ出すとして。まあまあまあ。オムニス来た。通称ヘクターって書いてあるオムニス。 2T はあ、フニからで使いたいからな。5ターン目に 3T 強者の威風で、これはまあそんなに強くないけど普通の2コスですね。2つの従者。折り当ては後で使いたいね。まあこれはもう強者の威風じゃないですかね。フニカルは進化で使いたい。次ハエの噴水ポン置きで、5ターン目にフニカル出して6ターン目の動きがねえな。まあハエの噴水なんか引いてきたいけど、 3T になんか強い3コス言うてそんなに。ハエの噴水ポン置きタイラ。これ折り当てでもいい気がするんだよな。いやでも本気するなら今だよな。これ後に続かないしな。折り当て残しておきたい。威風で結構ご利用するんじゃね、説ある。相手もマスターですしね。リビルコフィン。アポリスト意味ないしな。リアニメイトにってことは何が出んの。はい、ここら辺がなんか出んのか。これで7出たら結構めんどくさいな。7点パンチか。まあいっか。
7000パンチは結構めんどくさいですか。やめろ。あー、7000パンチか。きつ。除去しながら。この7点はだいぶ痛いですね、正直。さすがに進化切ると思うけどな。進化切るならこっち除去する前、ネクロに消失はエンジェルシュ、ん？あ、切らない。なるほど。一番嫌なことが、あれ、エイブンか。レイブン、あーでもレイブンめんどくせえな。まあこれでいくしかないかな。エンハンス邪魔ー。エンハンスくっそ邪魔なんだが、どうしよう。リコリスで除去するか。イコリスじゃなくてもいいんか。イフイフインジャシンか。インジャでドロー見るか、まず。インジャでドロー見て、フォレストコア。は意味ないな。イフ受けないといけないから。まあ、どうせ死ぬんだけど。あれはさすがに注意しないとまずい。ライラー出しちゃダメだな。機械だから。あれ出んのも結構だるいけど、2対2だもんね。これでアフォリストな、出せないな。これ適当にこれでいいんじゃね。63だけど進化圏使わずに処理できるよな。軽さが自慢のマシンラー。軽くて鋭い。これでいいや。進化圏使いたくない、こんなとこで。さすがに相手は進化圏使えるな、これ。たるー。ハイエンチャンター、猛毒。かなぁ。これで横除去できるけどな。右に当たってくれればバンバン台だし。で、アーポリストでさらに。そっち狙うか。さすがに、ハイエンチャンター猛毒が弱い気がする。右。いやー、もう弱い。83だから、どうだろう。使っちゃったけどな。これだるいな。ビッグでこれ出てくんのマジで。もともと強いからな。なんかあんのかな。ちょっと外したけどな、今の。右の2体だ、殺してほしかった。悪意の表現あるか。で、
まずいですね。マジで無理だろこれ。あ、これポンキしかない。また侵入者だ。捕まえろ。森の守護者は健在だ。こいつ強いマジで。銀だっけ。大自然の。マジでこいつ強いよな。で次フォレストコアとマシンクロエルフとかでもいいのかなって感じだけど、4でしょ ?4 回行うでしょ。ある程度傷を負わないときついよね、これ多分。しかもターンの終わりだしな。次は捕まえる。次は捕まえる。めんどくせえ。8、14、15。あーめんどくせえ。めんどくさいですねこれ。負けじゃね。不可能なんですが、これでリューサルずらして、やってもなーって感じなんだよな。普通に負けな気がしますがこれ。ツーピック下手くそマンか。いや、これやるしかない。やるならね。ちょいガレが生きなさ。まだ青い。で、8、9、9点食らうけど。ここで使わない進化。あ、でも使わないと。あ、使った方が良かったな。次に3コツ引けないときつい多分。引けないときついっすね。11点。ここ取られてる時点でだいぶ不利だと思うんですけどね。ニコスは引けたけどって感じ。負けですね。初心者に優しくない。きつ、負けや。最高で授業できるのがそれだしな。こうだとして、断ずるなどありえない。で、私に濡れて溶けなさい。これでおしまい。こうだとして、私の痛みがこの世に広がる。で、楽になりたい。こうで、きついなー、負けだ。 JCG 2ピック1回戦負けです。ありがとうございました。レイブンマジできつい。ちゃんと記録しとこう。ありがとうございました。で、負けたから、何で負けたっけ。そうだ、ネクロだ。ネクロで負けたと。ほんと、画面、これ登録するところに引き分けってあるんだけど、シャドバで引き分けってあるのかな。ないよな、多分。最終結果登録してください。
OK、結果を反映します。こんなんで終わってしまいましたが、とりあえず JCG の動画はこれで終わりかな。お疲れ様です。